はい、またその時間です。今日も昨日に引き続き小屋下のお二人に来ていただいております。と小屋スタジオから小屋です。東屋です。昨日は小屋キーさんの方に話していただいたんですけども、今回は東屋さんの方がお話していただくということで、そうですね、昨日は小屋キーさんが本を持ってきたんですけど、はい、僕も本持ってきちゃいました。おこちらです。お、実物ですね。はい、あのエコノミストの、そうなんです。この英語でねバレバレ書かれている意識高い系の本なわけなんですけど皆さん、この本ただの意識高いイケイケ兄ちゃんの本じゃないんですよ。現代の予言書と言われていることをご存知でしょうか。そうですね、多分知ってるとは思うんですけども、そうですね、紹介してるんで、ただ僕の内容と違うのかなとも思うので、はい、ぜひお話を聞かせてください。はい、違うんですけど、まあ、実際にこれ何がすごいかって、まあ、毎年この表紙がまあすごいすごい言われとって、まあ、実際この発行元がそのロスチャイルドが関わってるんじゃないかってことが言われていて、その株主の中に、そんで実際ロスチャイルドもまあ世界の計画書なんじゃないのかみたいな、それを反映させて表紙を作ったり中身を作ったりしてるんじゃないのかってことが言われてるんですけど、例えば2021年の表紙やったのは、まあ、こういう表紙やったわけなんですけども、はい、まあ、これまあなんかというと、まあ今流行ってるね、まあ、あれの変異種が出るんじゃないのかとか、うん、まあ、そういったことがまあ予言されとって、で、まあ、今年こちらなんですけど、ここがねこのスナイパーのライフルに見えることから、はい、まあ、その戦いを示唆してたんじゃないのかとか、うん、結構恐ろしいぐらいまあ当たってるなということを思うわけなんですけど、確かに今戦いの最中ですか。そうなんですよ。ただね、すごいのはね、表紙だけじゃないんですよ皆さん。こちら、これこの中にイラストが描かれてるんですけど、うん、はい、このイラストも今のこの世界予言してるんじゃないのかって言われていて、実際2022年今年ですよね、はい、今年の予言だとも言われてるんですよ。まあ2022って書いてあるもんね、左上に。そうなんですよ、そうですね。じゃあこれどういうことかっていうことなんですけど、まあ、これ1から順番にこの数字がいろいろあるんで、まあ、ちょっと順番に解説していこうと思うんですけども、うん、まずそもそもこれはエコノミスト誌の抱えてる漫画家のケビン・カーラーさんが、まあ、昨年に、まあ、今年はどうなるんやでみたいなことを書いた漫画なわけなんですよ。そうなんですね。そう、でそういう紹介の時間なわけなんですけども、うん、ここでまず1個目に起きている、まあ、これ山火事が起きとるわけなんですけども、はい、今年ってもうすでに山火事起きてるんですよね。あ、そうなんですね。そう、うん、実際2022年1月2日もう早々ですよね。アメリカのコロラド州でも山火事が発生と。でどれぐらい焼けたかっていうと、大体その東京の品川区とほぼ同じ面積の24平方キロメートルが、うん、かなり火事になってしまって、うん、まあ、住宅なども1000軒ほど焼けてしまった。住宅も焼けたんですね。そうで、まあ、数万人の方がもう避難するっていうことになって、うん、まあ、結構大きな火事があって、はい、でその時にここの絵ももしかしたら当たるタイプの予言なんじゃないのかってことで話題になったんですよ、はい、ところがさらにこれ追加がありまして、3月4日韓国でもこれ結構ニュースにもなったんですけど、うん、その山火事がありまして、これしかも原発が近くにあったことで、まあ、かなり早い鎮火を求められたということで、まあ、結構話題になったんですよね。そういう意味で相当信憑性がまあ高くなってきたな。そうですね、うん、っていうわけなんですよ、はい、じゃあここから先まだ2022年始まったばっかりですけど、はい、この後何が起きるかっていうと、はい、次この3なんか 2,3 人の人がフワーンって飛ばされて、なんかこれ芸人がやるやつですかよくやるよく。いやいや、そのトリビアの泉に出てきたあのベン・ジョンソンに向かってた扇風機とかじゃないんですよ。わかります、あの巨大扇風機。例えがさ、なんでそこのちょっと一昔前の番組なんだよ。今で言ったら何、今とアメトークでも使ってるよ。そうですね。あ、そう、芸人が、うん、はい、芸人さん。すいませんね、ちょっと見てなくてちょっと時代ね、俺エコノミスト読んでるからイケイケだから。そんなわけなんですけど、さらにですね、これここの壁のところ見たら、はい、いろんな、まあ、人種の方が、まあ、やっぱいるんですけど、うん、まあ、これはもう暴風災害のことを、まあ、表してるんじゃないのか。風ね。そう、まあ、と言われていて、で実際、まあ、これ日本の政府とか、まあ、アメリカの空軍とかも言うてるんですけど、うん、もう結構人工台風ぐらいも余裕でできますねみたいな、うん、空は操れるよみたいなことを言うていて、うん、一説によるとそのアメリカにあるハープとかは、うん、まあ、気象兵器なんじゃないのか、うん、まあ、ことが言われたりもするんで、まあ、いよいよこの、まあ、世界が不安定な中でこういったことが、まあ、起きてしまうんじゃないのかなと、うん、人工的に台風とかを起こして、まあ、被害を受ける国が出てくるんじゃないのかなってことが、まあ、予言されてるんじゃないのかってことが言われてるんですよね、うんうんうん、でその次4番、まあ、こちら可愛いクマさんがいるんですけど、このクマさん
氷山乗ってますよね、はい、でこの氷山がまあ崩れてると、はい、まあ、これはもう見てそのまま地球温暖化なんですよね。そうですね、南極の氷な。そう、うん、で実際2022年までは海水温がその上昇し続けてるっていうことも言われているんで、うん、まあ、この南極の氷が溶けるっていうことがまあ結構やばいかもねっていう、うん、まあ、実際そのまあ水位が高くなったらさっきの話のつながる台風とかもできやすいって言われてるんで、うん、そうなんですね。そうなんですよ、うん、そこからその複合災害とかも起きやすくなるのかなってことが言われていますね、はい、で、じゃあこの溺れてる人とか見ていくとなんか次はなんかよくわからんところが来たぞと。これ何やねんと。これね、ゴミの山なんですよ。あ、でもゴミの山？それ何みたいな。で、これプラスチックの巨人みたいなのも書かれてるんですけど、うん、はい、僕らちょっとピンとこないとこありません？なんかそんな街にゴミ落ちてます？うん、そうですね、ないですね。そう、で実際これイギリスのこれ2019年の調査なんですけど、世界で毎年21億トンのまあゴミが排出されてるらしいんですけど、うん、リサイクルできるのって 16% しかないらしいんですよ。そうなんですね、全然リサイクルできてないと、うん、リサイクルできひんかったゴミは埋め立て地だとか、まあ、焼却炉でまあ無理やり燃やしたりとか、まあ、してるわけ で、はい、で実際このまま埋め立て地を作っていくと20年後にはゴミを埋める場所なくなるらしいんですよね。なくなるんですね、埋め立て地って。そう、もう埋められへんよなんの、うん、っていうことなわけなんですけど、実際埋め立て地っていうと日本でも結構身近な、うん、まあ、存在なわけ で、ね、うん、まあ、東京にもその江東区にまあ夢の島というものがあって、うんうん、まあ、これちょっと、悪い意味で有名になってしまったんですけど、うん、まあ、今はねその緑あふれるその食公園になったりとか植物園になってバーベキューもあって、うん、ああもう陽キャパリパーティーピーポーな場所なわけなんですけどバーベキューもあってて何バーベキューもなあーバーベキューもあってて何バーベキューまあ行ったことないから僕の中で都市伝説だからあ、そうなんですか。そうそう、スポーツ施設とかもあるし、僕は最新のイケイケに読む、なんか読んでるっていうから行ってましたね。これ読んでる人行かねえよ夢の島確かにすげえ偏見発言をしてしまったなすいません人のチャンネルで、ね、でですね、これ昭和40年代ね、これ夢の島ももうすでにあったんですけど、うん、その頃なんて言われてたと思います？いや、わかんないですね。これね、ハエの天国や言われとったんですよ。ハエがいっぱいいたんですか？そう、まあ、それぐらい悪臭とか、まあ、害虫とかがまあ発生しとった場所なんですよね。で、まあ、ゴミがそのまま焼却されずにそのまま埋めとったりとか、そりゃあかんでみたいな。生ゴミ特有の発酵分解からガスが発生して自然発火まで起きてると。もうスラムやないのと、うん、何が夢の島やろと、うん、で、まあ、さすがにこれはまあかんなということで警察とか消防とか自衛隊までもこの出動させて夢の島焼図作戦という一気にゴミを焼き払うっていう作戦が決行されたんですよね、うん、なんかワンピースになかったでしょ、ゴア王国のなんか。そうそう、グレイターミナルね。だからもう本当、まあ、汚いものに蓋をするというか、うん、まあ、まさしく焼いてしまおうっていうことなんですけど、うん、その当時のことをまあ見た住民がいまして、まあ、その住民住民曰く、まあ、目を輝かして消防隊が火を放っている、うん、まさに悪夢のような光景やってことが、うん、まあ、言われとるんですよね、うん、で、まあ、今はねこういった問題はまあ起きてないってことが言われるんですけど、まあ、今後このようにゴミの山がまた増えていったら、まあ、実際、まあ、かなり大きな問題になる日もまあ近いんじゃないのかなと、うん、で2022年はもしかしたらその何かしらの一歩になってるのかなってことが言われているってことですね、うんうん。で続いてなんですけど、絶滅危惧種の増加、うん、これなんか見覚えありません？タイタニック。タイタニック急になんか100年以上遡ったけどまあね、船沈むって言ったら多分全世界の人タイタニックかジョーズかって言うと思うんやけども、これはですねオイル流出なんですよ、はい、このタンカーは実際こちらの写真とかなり似ていて、うん、はい、モデルにしていたんじゃないのかっていうんですけど、うん、これはね残念ながらタイタニックではなくてですね、2020年に起きた貨物船からのこのオイル流出した時の画像なわけなんですよ、うん、はい。でオイルっていうのは、まあ、やっぱ海で流出してしまうとですね、海にたくさんの生き物がおるんで、まあ、大変ね、いろんな被害を受けてしまうんですよね。で鳥類とかも、まあ、その海の生物だったりするんで、こういう感じで真っ黒になっちゃったりだとか、うわかわいそうってなるわけなんですけど、それこれなんでこれじゃあ黒くなるだけなのかって言ったら、毛づくろいしてこのオイルを、まあ、摂取しちゃうわけじゃないですか。そうなんですね。そしたら内臓器官が損なわれて、まあ、死に至ると、うん、でも
ここにいる生物たちって僕ら食用にしてる可能性も確かに高いんですよ、うんまあ、つまりオイルを食べた動物、魚を食べて人体にも影響があると、うん、でこれいつ沈んだって僕言ったか覚えてますか？2020年そう、その2年後なんですよ。だからその被害とかがもしかしたら出るかもね、うん、ああなるほどなるほど。そうで、それだけじゃなくて実際今年1月19日にこれペルー沖で原油の流出事故なんかも起きたりしてるんですよ。でこれにより、まあ、黒く汚染されてしまった海辺だとか油まみれになって、まあ、死んでいるこの鳥の映像とかが、まあ、かなり SNS 上で拡散されたんですけど、うんまあ、そういう意味でも結構一歩ずつ近づいてきてしまってるのかなと、うんうん、この描く未来にってことが今結構言われてるんですよ、はい、でその先に起きることが絶滅なんですよ、うん、絶滅の墓っていうのは墓が立ってるんですけど、うん、絶滅って言われてもそんな絶滅するやつおんのみたいな、うん、そうですね。そう、まあ、これは人間じゃなくて、まあ、動物の話なんですけども、うん、実際これアメリカにはこの絶滅した動物のお墓があったりするんですよ。そうなんですね。そう、うん、で実際この恐竜がいた時代っていうのは、うん、1000年間で1種類ぐらいしか絶滅しなかったらしいんですよ。そんなもんなんですね。そう、うん、恐竜はだから食い尽くすみたいなことしてなかったんでしょうね、うん、均衡を結構保ってたんですよ、うん、恐竜は、うんまあ、1975年頃ってなんと1年間で1000種ぐらい絶滅してるんですよね、そんなに多いですね。そう、じゃあここ1年間で今どれぐらいの数が絶滅してるかってご存知ですか？わかんないです。これね、4万種以上や言われてるんですよ。そんなに？そう、75年から、うん、全然実感ないじゃないですか、うんうん、でもこれ絶滅危惧種に近い将来がまあ認定されてるのが哺乳類の半分 50%、うん、鳥類は 80% ぐらいおるって言われてる。やばーって思うわけ でこのまま環境破壊を続けていくと、まあ、ほんまにこの地球上から、まあ、生物は消えてしまうかもねと、うんうん、そういうことを言われてるんですけど、はい、そのままこの動物関連でこの牛につながっていくわけなんですよ、はい、もうこれメタンモンスターって書いてるんですけど、あ、これキャリーの新曲ですね。え、パミパミのこと言ってる？パミパミ、ファッションモンスター。あ、そうそう、ファッションモンスター。その顔されてもこれは分かります。牛のゲップの話ですね。あ、そう、はい、牛のゲップとか糞とかにはこのメタンガスっていうのが含まれてるんやけど、はい、まあ、これメタンガスは地球温暖化につながっとるでみたいな、うんうんうん、まあ、牛はまあめちゃくちゃこの草とかも食いよるし、まあ、よくないぜみたいなことがまあ言われだしとるんですよね、うん、で、まあ、このメタンガスの削減はですね、僕がすごい大好きな2050年までに人が脳、体、空間、時間の制約から解き放たれた社会を実現するというムーンショット目標を日本の内閣府が掲げてるんですけど、その中のムーンショット目標5にですね、2050年までに未利用の生物機能などのフル活用により地球規模で無理無駄のない持続的な食料供給産業創出という、まあ、SDGs の上位互換だぜ、うん、イエーイみたいなことを、まあ、政府が言っとるわけなんですよ。今月やりました、僕のチャンネルで。あ、そうそうそう、はい、じゃあなんでそのムーンショット目標の時だけすっげー噛まずにスラ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 言うの？確かにあれ、炎症だから炎症でこの国連が調査した気候変動によると、ここ100年で平均気温が約1度上がったっていう話なんですけども、半分はこれメタンガスのせいや言われとるんですよ。牛やばーって思うんですけど、牛って今どれぐらいおるか皆さん知ってますか？わかんないです。10億頭つまり地球70億人おるとしたら7人に1匹牛を持ってる計算になるんよね。どういう計算でそれなの？何の例えなんですか？まあ、僕ら3人おるから、うん、0.4 頭分ぐらいの牛は殺されてもいいやん。で、次はじゃあそのまま行くとどうなるかと言いますと、もう明らかに工場からなんか出て悪そうやなみたいな空気になっていくわけなんですよ。ですね、はい、これはまあ煙突地帯とジェット気流が言われとるわけなんですけども、うん、まあ、これはね、もう昔から騒がれてる PM2.5 なんですよ。うん、これもなんか突然まあ話題になったわけじゃないですか、うん、で PM2.5 の発生原因はこの煙突の煙とか飛行機や車から出る排気ガスなどの物の燃焼などで排出される塵やとかも言われてるんですけど、うんうん、まあ、これは PM2.5、まあ、大気中に浮遊しておりまして、まあ、非常に小さい粒子なんで、それを吸い込んでその気管とか肺の奥まで入ってしまって、まあ、人体に影響を与えてしまう可能性が高いってことがまあ言われてるんですよね。言われてますね。実際その PM2.5 ってじゃあ僕らのお父さんお母さんの世代の時でそんな言われとったんかって言われると、
なんかそんな気はしないですけどね。そうなんですよ、うん、だからこの不整脈とかその循環器系の病気とかがもしかしたらそろそろ出てくることを表してるんじゃないのかとか、もしくはこの辺を気にせずどんどんやっている国がお近くにあったりするわけじゃないですか、うん、それの影響とかがさらに深刻化するんじゃないのかとかっていうことがこの絵からは言われていますね、うん、でこの PM2.5 はまさしく、まあ、この今のシーズンですよね。冬から春にかけては特に濃度が高くなって、なんとスギ花粉とですね相乗効果で良くなろうみたいなキャンペーンをやっていまして、スーパー PM2.5 ソング言われてるんですけど、あのね、まずね不謹慎だし、ビーズのねこと知らなかったって全く笑えへんのよ。あーすいません、わかんなかったこれですね、スギ花粉のアレルギーを持っている人は特に重症化しやすいっていうことがあるんで、そうなんですね、その花粉症の人はちょっと気をつけといた方が良いかもしれません、うん、でこの絵が表しているのは PM2.5 がどんどん来るよってことが言っておりまして、うんうんうん、で、じゃあその次、こんだけ言うとったらね、やっぱりね、もうね、環境破壊なんですよ。もう止まりませんと。で、最後ここ言ってるのが、この12は、もうフードが足らんと。もう食べ物あらへん言うてるんやけども、これどないなってんねんと。うん、実際、去年からですね、マクドナルドの僕の大好きなポテトの L、発売休止ということで。ありましたね。困ったと、じゃがいもが不足しとると、うん、そんなことあるんかと、ね、もうこのね、じゃがいもと半導体だけは最近不足しまくっててね、うん、僕は泣いてますねそんなわけなんですけど、食料がもしかしたら今後なくなっていくんじゃないのかってことが言われていて、はい、実際その今年すごい騒がしてたトンガの大噴火が、うん、あったわけなんですけども、うん、これって本当地球全体にすごい影響を及ぼすって言われていて、うん、でかつてその大きな噴火の後って、冷夏が来て危機になるっていうことは実際歴史上あるんで、うん、もしかしたらそれすらを予言してこのフード、食料危機が起き始めるよってことが、言っていたんじゃないのかってことが言われてるんですよね。なるほどですね。そのうち、令和の米騒動みたいなことが起きるかもしれないんで、皆さん今からね缶詰とか買っとくといいと思いますよ。そうですね、非常食みたいなものを買って、はい、防災グッズみたいなのを買ってもらうといいと思います。僕はね、コシズカのコンビーフが好きです。高いよあれも、ほんまでもあれがあったら缶詰生活でも耐えれると思わへん。いやもうめっちゃうまいからね。うまいですね。そう、災害が起きた時の贅沢用と思って皆さんも自分に買うといいと思います。でそんなわけで、缶詰なんですけど、はい、今後ね、その食料とか高騰していくかもしれないんで、うん、なるべくその保管が効くものは買っといた方がいいかもねっていう話でした、うん、で続いて政府の怠惰なアーケードって書かれてるんですけど、アーケードいつとお前これカタツムリじゃないのっていう、全く分かんないですけどこれ何これと思うわけなんですけど、最近カタツムリ見ました？見てないですね。それね、陰謀かもしれない。陰謀なんですか？実はカタツムリ今年々減少してるらしくて、絶滅の危機に瀕してるらしいんですよ、ね、そうなんですね。実際これうちのチャンネルのこの話をしたところ、はい、みんなカタツムリを見てないんですよ。そうなんですね。だからさっき言った絶滅の話がわりかしマジで繋がってきてるんだなっていうことを実感しまして、ただ僕の高校は、毎年6月になるとカタツムリがその辺で出まくるんですよ、はい、僕の高校の後輩はまだカタツムリおるでって言ってました。カットしますちなみにですね、カタツムリというのはですね、何もサイゼリアに出てくるだけじゃなくてですね、他の動物の餌になったりだとか、小動物を捕食して生物の増殖を抑えたりだとか、落ち葉を食べることで環境をきれいにしてくれてると、結構ええやつなんですよね。何も天然ムシムシって歌われてるだけの、しょうもない虫じゃないんですよ、はい、結構役に立っとったんですけど、あいつらが絶滅してしまうと、生態系のバランスが崩れてしまって、いずれも人類が絶滅することになるかもしれないっていう、いわゆるバタフライエフェクトならぬカタツムリエフェクトが起きてしまうかもしれないということが、カタツムリ存在してなかったらワンピースにも出てこない。いやそうなんですよ。ああほんまや。でそんな事実を政府は見過ごしているのじゃないのかと、カタツムリの対策を何もしていないんじゃないのかと、言われているから、はい、政府の怠惰なアーケードちゃうんかってことが言われてるんです。なるほどね。なるほど。そんなわけで14番なんですけど、はい、ちょっと最後はって3回ぐらい言ってんよね今ね最後は3回ぐらい最後は3回ぐらい言ってんよね最後ほんまのラスト。何やった今の最後は。転換点転換点2回言うの聞こえてねえけどカタカムナで言うところのな転換なわけなんですけど、はい、これね刺されとるんよ。これも刺されてるところですか、はい、刺されてるところです、はい、見て階段を登って
1に戻ろうぜみたいなことが、うん、まあ、言われとるわけなんですけども、うん、まあ、これ1に戻るときに2023年の1に戻って温度を上げるみたいなのも書かれてるんですよね。1ってこの1です。こっちの1。あ、そうです、こっちの1、はい、なんか心を繰り返していくみたいなことが言われとるんやけども、うん、はい、まあ、結局今の話って全部経験したことがあるやつも多かったわけじゃないですか、カタツムリ以外。まあ、カタツムリも見てないですからね。そう、つまりこれを繰り返していく中でこの人類というのはこのまま衰退していくのかもしれないねっていうことが、うん、この予言の話でした、うん、今日の話は以上です。はい、ありがとうございます。なんかもう怖いものばっかりというか、もう疲れちゃいました疲れちゃうね、うん、でもまあ僕の話とあのエコノミストの話と全然違って、もう中身を持ってくるっていうところがすごいなと思ったんで、ありがとうございます、うん、もうありがたいかったです。もうということで、この話聞いて皆さんどう思いましたか。まあ、こういう未来がやってくるとは思うんですけど、皆さんもそう思うでしょうか。そうですね、はい、まあ、カタツムリの缶詰とか持ってる人いたらぜひコメントを教えてください。絶対ないと思います。先ほどそういえばカタカムナのなという話をしましたけど、コヤッティスタジオさんの方ではカタカムナの話をしておりますので、ぜひそちらも見ていってください。はい、それではご視聴ありがとうございました。おしょっ。